まりました一体感まゆし、今回から2021シーズン始まりますということで、昨シーズンで松岡選手引退発表されましたので、まあ、今回からはまっちゃんに頼りっぱなしだったところを私一人で進行していきたいなと、もう気合十分でおりますね。本当に皆さん頑張っていかないといけないなと思ってます。本当にでもね、今シーズン本当監督も変わりまして、まあ、UFC 待ってください、非常に楽しい。どうしたんですか、はい、何ですか、今日何ですか。あ、ちょっとあの焼津の方を散歩しに来たんで、はい、はい、偶然通りかかりました。しっかりマイクついてますバレた、はい、そうなんです、はい、まっちゃん引退しましたけど、とこちゃんワイドは引退しませんレギュラー継続来るんですね、やるんですねやります。いや私、うん、あの花束も渡しましたし、あ、そうですね、いただきました、はい、最後なんなら奥さんにもご挨拶しました。ありがとうございます、はい、その説は、はい、でトコちゃんのなんかあのぬいぐるみもいただきました、はい、選別に、はい、うん、家に飾っております。はい、はい、でも今シーズンも継続、うん、まっちゃん継続お願いします。いや、あの、いや、よかった、まっちゃんがゲストじゃなくて、はい、今回しっかりと、うん、ゲストいますので、マイ FC の選手をゲストで迎えるっていうスタンスは変わりませんので、もちろんです、やっていきましょう、はい、うん、では早速来ていただきましょう。記念すべき第1回目ゲスト、はい、どうぞよろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。お名前。はい、背番号10番の押谷ゆきです。よいしょ、お願いします。お願いします。素晴らしい。2021シーズン初の第1回目の、はい、ゲストです。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、あの、うん、やっぱり初めて来てくださる新加入の選手ですので、はいはい、まあ、あの自己紹介兼ねてインタビューしていこうかなと思うんですけど、うん、より押谷選手を知っていただくということですね。そうですね。素晴らしい。せっかくなので、うん、私インタビューしますので、その後まっちゃんもやってみませんか。そっか、はい、ここまっちゃんもこうインタビュアーとしての、ことをやっていかないといけないからね、はい、どれぐらい資質があるのかちょっと僕も見てほしいなと思うそれは押谷選手に判断してもらいましょうか。はい、ね、そうですね。じゃあまずはこのプロのインタビューの、はい、では押谷選手よろしくお願いします。今日は練習お疲れ様でした、はい、かなり時間長かったですけどどうでした。いや、もう疲れました今日帰って寝たい最悪そんな中来ていただいていえいえありがとうございます、はい、あのシーズン始動して4日目なんですけれども、どうですか、チーム馴染みましたか。そうですね、まあ、ベテランの選手も多いですし、まあ、すごい喋りやすい環境の中でやらせてもらえているので、うん、はい、すごいすぐ馴染めてやりたいと思います、うん、もう仲いい選手とかってできたりは。あの9番の大石継は同い年なんで、うん、昔から知っている選手ですし、うん、同い年が他にも鈴木純選手と杉本拓也選手がもう同い年で知ってるんで、うん、はい、仲良くやってます。押谷選手は出身が静岡ということで、でもあの藤枝の地ってそんなに来てないっていうことだったんですけど、行ってみたいところとかってありますか。藤枝ですか。はい、藤枝で行ってみたいとか、まだ知らないですよ、だからそんなに藤枝のこと。そうですね、その藤枝総合のグラウンドで試合をしに来るぐらいしかなかったので、逆に教えてほしいですね、こういうとこあるよみたいなとこ。じゃあ私あの会見の時にあのいいパパしてますっていうのをすごく印象に残ってるので、はいはい、おすすめが一つ、藤枝のあのレンゲジ池公園っていう、はいはいはい、ちょっとあの池があって広い公園が自然公園があるんですけど、はいはいはい、そこにお子さんと一緒に来たらいいんじゃないかなって。あ、いいですね、思います、はいはい、ぜひ行ってみたいですね。プレーの面でアピールポイントなんかを教えていただいてもいいですか。そうですね、まあゴールを取るところとかやっぱり一番フォワードなので、まあ、見てもらいたい部分もあるんですけど、ここ数年はやっぱり守備の部分でもすごい評価してもらうことも多くて、そのプレッシャーの生き方だったりボールを奪い切っちゃうところとか、まあ、そういうところもやっぱり自分のストロングポイントだと思っているので、まあ、その攻撃面だけじゃなく守備面も見てもらえたらなと思います。ありがとうございます。今シーズンの活躍期待しています、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとう。
はい、すごい、さすがプロですね。これがプロか、はい、どうでした。いやもう喋りやすかった、喋りやすかった、はい、よかったです。さすがプロ、安心しました。懐に入るのがうまいね。なんかこう笑顔でよし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 、いやそれ白い向いてます。そうか、喋、はい、りやすかった、喋りやすかったです。まあ、一つそれのポイントやね、だから喋りやすさっていうのが。そうですね、オッケーオッケー、任せてください。じゃあちょっとすみません、お付き合いください。はい、はい、よろしくお願いします。押谷選手の仲いい選手ってどちら、うん、さっき言ったあれだ、しまった、ダメだこれ下手くそ、ごめんなさい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 、もう一つだけ、あの押谷選手ってこの、まあ、浜松出身なんですけども、はい、藤枝でなんかおすすめのスポットとかでしょ。うーん、さっき言った全然室内この人見てこい、レギュラーやめた方がいいかもしれないです。続けさせてください。お願いします。じゃあもうラスト、ごめんなさい。最後にあの押谷選手のことまだ分かってないことがあるんで、はいはいはい、まあ、一言カメラの前で言ってさっき言った全部言った。まっちゃんコピーです。コピペしました。はい、ただ押谷選手のこのツッコミ力徳島で学んできました。徳島で学びました。今まで何チーム行ったんですか。ジュビロ、岐阜、岐阜、岡山、うん、徳島、うん、名古屋、ここ、はあ、結構行ってます。どこが一番住みやすいでしょ。住みやすい、うん、どこですかね。まあ一番栄えてたのはやっぱ名古屋ですけど、うん、住みやすいで言ったらどうだろうな、分かんないです。どこもあったかいところだよ。そうですね、基本その寒い雪が降るとかなかったんで、なあ、まあ、基本どこでも住みやすかったです、太平洋側で。はい、そんな太陽みたいなさんさんな押谷選手でした。急にまとめた。いや、でもですよ、最初コピーして、はあはあ、ほぐして、うん、突っ込む一面を見せておいてからの笑顔を引き出してたじゃないですか、岩、うん、ちゃん、はい、ありがとう。褒めるの上手ですね。ちょっと負けた感ありましたよ。全然、これからも一緒に頑張っていこう。頑張りましょう。